1分の吉田松陰使ってみた動画撮っていきたいと思います。アビリティはまず、超アンチ重力バリアがね、こちらかなり活躍しました。あと一歩でね、届きそうで、あ、届かないかなって思ったところでもね、結構、重力バリアで当たって、で、倒すっていう場面が、ラウダルではかなり多かったです。で、殴りもですね、過激盛れば今みたいな感じで、あ、もし盛ったらですね、かなりダメージ当てられると思います。そして特徴的な友情ですね。こちら、もう強すぎてね、ラウドラも遊撃なしでゴリゴリ削っちゃうといったね、かなりの強 S、強 SS で、SS じゃないの、強友情でございました。で、こちらね、なんといっても SS の特徴なんですけど、これね、壁に当たってるうちは減速率が低いので、はい、見てもらったら分かる通り、この中に、結界内に回復パネルなり、そのユニ回復ユニットなりあれば、こんな感じでね、あの大量に回復することでできるんで、こちらもね、覚えておくといいかなと思います。で、SS、最後、火力出しに行ったんですけど、こんな感じでね、うまく使えば、はい、めちゃめちゃ火力出るんで、ぜひよかったらね、吉田松陰使ってみてください。最後はおまけです。チャンネル登録、高評価ぜひお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。